顎関節脱臼は、顎関節すなわち顎の関節の脱臼。顎関節を構成する下顎骨と側頭骨の正常な相対位置関係が失われ、生理的な運動範囲を逸脱し、顎運動に機能的障害が起こった状態を言う。顎が外れたと表現されることが多い。フィグ一頭蓋骨を側面から見たところ、フィグ2頭蓋骨の説明図区関節は、 科学骨と側頭骨の関節である。科学骨の後髪型は二股になっており、後方の突起の先端が側頭骨のへこみにはまり込んでいる。また科学家前方には盛り上がりがあり、これを関節結節と呼ぶ。顎関節の開口運動には受動的開口と能動的開口の2種類がある。下顎頭の位置により前方脱球、後方脱球。 速報脱臼に分類される。次の2パターンが多い。顎関節が外れている状態のため、口が閉じられない。唾液がうまく飲み込めずこぼれ出てくる。また、頬骨の下に、下顎頭が突出するため人相が変化する。発症の種類の項目でも説明しているが、前方脱臼の場合は、比較的簡単に元に戻すことができる。自ら関節を戻す者も,もいるが、 関節を痛める可能性もあるため、念のため整形外科や高校外科、柔道制服師等で制服した方が良い。習慣的脱臼になっている場合は手術も考慮する。新鮮例に対しては、都市制服が行われる。制服法には、ヒポクラテス法、ボルカース法などがある。制服後は幹部を安静にし、2週間ほどは硬い、食べ物を避ける。 習慣性打球などにおいては、完結的征服法が用いられることがあり、レクラーク法やゴンザレスドードレ隷法などがある。口を閉じた状態の時に、前方から音外部に衝撃を受け発生する。開口できない。また、下学骨骨折や外児道の骨折を合併することがある。下学骨を持ち、全下方へ牽引する。ありがとうございます。